北方領土の元島民らで作る千島連盟の総会が開かれ、新たな理事長に択捉島出身の松本雄三さん81歳が選出される見通しです。午前10時から札幌市内で開かれている総会では、2015年から理事長を務めた国後島出身の脇公代さん82歳の退任と、新たな理事長として松本雄三さんの就任が発表される見通しです。松本さんは択捉島出身の81歳で、先月まで千島連盟の道央支部長を務めていました。北方領土をめぐっては、日露関係の悪化により元島民らによるビザなし交流などについては、ロシア側が一方的に破棄を通告してきたほか、元島民らが祖先の墓を訪れる北方墓参についても実施の見通しは立っていません。逆風が強まる中、高齢化が進む元島民一世が再び舵取りを担うこととなりました。